オゾンホール、オゾンホール、英語、オゾンホールは、南極や北極上空の生存圏のオゾン層における、春季のオゾンの濃度の減少を指す。春から初夏にかけてのオゾンの減少は、1970年代前半には、発生していたことがわかっている。人工衛星の映像が、まるで穴が開いたように見えることから、オゾンホールと呼ばれるようになった。 南極上空のオゾンが毎年春季に減少することの発見は、ジョセフ・ファーマン、ブライアン・ガードナー、ジョナサン・シャイ・クリンの1985年の論文、ファルマン・エアル、1985ラージ・ロッサス、オブ・トータル・オゾン・イン・アンタルクティカ・レビールズ・シザネル、クロックス、NOX ・インタラクション、ネーチャー、315、207から210によって発表されているが、 最初の報告は1八十三年十二月の極域気水圏シンポジウム及び翌1八十四年ギリシャで開かれたオゾンシンポームでの気象庁気象研究所当時の中鉢茂らによる日本の南極昭和基地の観測データの国際発表である。その後、ストラスキーらが人工衛星人バス7号の解析映像を発表し、スタラースキーへある。 1986人パス7サテライトメザーメンツオブザスプリングタイムアントクティックオゾンディクリースネーチャー322808から811オゾンホールがマスメディアを通じて一般に認知されるようになった。1987年のモントリオール議定書によりオゾン層破壊物質の削減、廃止への道筋が定められた。この議定書では 5種類のフロンについて1998年までに半減すること、3種類のハロン、復活炭素類を1992年以降に増加さないことが定められている。2007年11月現在、この議定書の締約国は190カ国及び EU である。日本では1988年にオゾン層保護法が制定され、1989年7月より、 フロン等の生産規制が始まっている。オゾンが最も減少するのは成層圏の仮想部分であるが、オゾンホールは単位面積あたりのオゾン全量、ドブソン単位によって計測されるによって示させるのが普通である。オゾンホールの発生は、フロンやハロンが紫外線によって分解、破壊され、生成した塩素ラジカルが触媒として、 オゾンを破壊するために引き起こされると言われている。この作用は、極性総研雲と呼ばれる氷の雲の存在によって、早められる。極性総研雲を反応の媒体として、気層から片桜の不均一反応が起こり、オゾンが急速に破壊されることが知られている。極性総研雲の存在は、冬の間に急激にエアロゾルが増加することによって、判明してきた。 極性総剣雲は低温であるほど発生しやすい。南極の場合、極渦と呼ばれる強い変性風帯が南北方向の熱輸送を阻害することにより、放射冷却で気温が低下しやすく、極性総剣雲が生成しやすい。北極でもオゾンホールの存在は確認されているが、南極ほど大きくない。南半球は陸地が少なく、 起伏の大きな地形も少ないが、北半球の場合、チベット高原、ロッキー山脈のような大規模山海があり、陸地と海洋のコントラストも大きい。このため、北半球では大規模山海や、海陸のコントラストで冷気されたロスビー派が、清掃圏に伝播して極渦を弱め、南極に比べて気温が低下せず、極清層圏雲が生成されにくい。オゾンは、大気中では、 微量な存在に過ぎないが、太陽から放射される紫外線の大部分を吸収し、地上にほとんど紫外線を到達させない役割を担っている。オゾンが減少すると大流圏に紫外線が到達し、清掃圏で起きていたオゾン生成の光化学反応が大流圏で生じるようになるが、大流圏でのオゾンは存在期間が短いため、 地表へはより多くの紫外線が到達することになる。これが北極や南極の氷が溶け出す理由だと言われている。清掃圏では大流圏よりも強力な紫外線が酸素に当たる。その際に光化学反応が起きオゾンが発生するが、それに伴い熱も発生させるため、清掃圏では高度の上昇に伴い気温が上昇する。近年、清掃圏では オゾン層の気迫化に伴う光化学反応の減少と思われる気温の低下が報告されており、その代わりに大流圏付近でその光化学反応が行われ気温が上昇することが考えられる。またオゾンホールの形成により通常よりも明るい色の雲が形成され、これが太陽光をより多く遮断するため温暖化を防いでいるとする研究結果も報告されている。 南極圏でのオゾンホールは、オーストラリアやニュージーランドの南部にまで広がることがある。そのため、この地域での紫外線の増大は、帽子をかぶらないと肌が荒れてしまうほど強烈であるし、人類の健康に無視できない影響を及ぼす。定住人口が多い北極圏においても、健康被害が懸念されている。強度の紫外線は、皮膚んを誘発する要因であるとされている。 紫外線の10%の増大は男性に対しては19%、女性に対しては16%の皮膚癌の増加になるという研究結果もある。太陽に含まれる A 派 B 派 C 派が細胞や DNA などを傷つけてしまう。これらの地上到達を減らす保存層が減少するとあらゆる生物の体に悪い影響を及ぼす。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。